回言うことが違うから何て言ったんだっけな、東スポ用、テレ朝用、週刊プロレス用ってなんとかこっちを使い分ける。あ、媒体によって分けるということですね。そこで同じことでバッてしゃ言ってても棋士にそれぞれ違うから、はい、そこをこう使い分ける。あの人は歴史を塗り替える出てきたって急にこっとしてたりする。俺言っちゃなんだけど、前田さんとここでトークショーやったことあるんだよ。ロシアの話をされたんだよ最初ちょっと興味深いかなと。だけど、なんか聞いてるうちに何言ってるのか全然理解できない。長いよね、長い。で、なんかちょっと滑舌もなんか、だから聞き直すこともできないし、ね、途中から俺も聞く行為を諦めた。聞く行為を諦めた。そう、ほぼ前田さんの漫談みたいな感じで。そう。いや、確かに前田さんって俺って思ってた人って全然違って、はい、ものすごい真面目な人ですよね。だからよくね、山本小鉄さんとかアントニオ猪木さんとの闘魂を一番真面目にこう実行してきた、はい、本人も言ってるけど、多分その通りなんだと思いますよね。一部ですよね、前田さんって。やっぱりだからなんかよく漫画になってる、なんだっけ、小鉄さんに道場の前をね、掃除した後はちゃんと水をまきなさいっていうようなあれを、雨降ってる中のこうやって水撒いてたって。そういう真面目さ。多分本人の中で言われたことはもうやらなきゃいけないっていう、はい、そういう真面目さなんだと思う。見つけられてたんですね。前田さんはそのものすごい真っ当な人で、その真っ当さからさっきの水撒きじゃないけど、今度トンパチを真っ当に今度やってんだと思う。なるほど。